なんだ、結局俺たちについてきたのか、お前。なんだと、なんだ、おめえらを助けたせいでおいらは親分に捨てられたんだぞ。おめえらにはおいらの面倒を見る義務があるんだ。何が義務だ、やつの片棒を担いでやがったくせに。っていうか今すぐロビンちゃんの膝の上から降りやがれ、クソタヌキ。ねえ、あなたと親分さんはどんな関係なの？親分はずっと昔オイラを海に連れ出してくれたんだ。オイラどこかの誰かにずっと閉じ込められてたんだ、暗くて狭いところに。でも親分がそこから助けてくれて、それから二人で海賊さ。でも、もう。なあ、このまま俺たちの仲間になればいいんじゃないか。どうしてかはこいつが決めることだ。そっか、そうだよな。ねえ、なんだかちょっと肌寒くなってない？レッド、また新たな地形をこの島のどこかに作ったのかもしれないわね。Yeah!
来たな、麦わらの一味。お前は誰だっけ？カマメ、この顔忘れたか。俺はこのドラム王国の真の国王、ワポレ様だ。ああ、いたな、そんなの。いたか。失礼ですね、皆さん。私はちゃんと覚えてましたよ。適当に流すんじゃねえ。それに、そこの骸骨、お前は知らん。会ったこともないわ。そうでしたっけ。よっどっちにしろあんたなら倒しても後ろめたさは感じずに済むわ。おい、こら。俺はもう昔の俺じゃない。覚悟しろ、ワポル。見せてやるぞ、バクバクの真の力。よっ、何のところへ俺たちを案内。これぞ雪国名物、雪化粧カバメ。今まだ奥の手があるのだ。待てよ。ほっとけ、どうせ目指す場所は同じだ。俺はもっと強くなるぞ。強くなってみせるぞ。してみようかしら。
くぞ。今こそ思い出せ、あの地獄の2年間を。今度は俺の手で、いや俺の足でナミさんを守ってみせる。カストロストロフィー頼む。ヘルメモリーズゴー。